ないけど、山村国際と西武学園のベスト16同士の、まあ、埼玉県大会ですね、夏の公式戦、昼12時ぐらいから始まって見たけど、まあ、結局6-3で山村国際があったよ。で、なんか、8回に、まあ、3点入って、それで3-3か6-3になって、8回裏、9回裏、抑えて勝った。で、もう、先発の、注目されてる西川、左腕の西、なんだよ、これ、女性。なんなん、こいつは。西川、サウスポーは、まあ、その前日ぐらいに知ったけど、そう。で、ちょうど、まあ、山村学園、地元の川越だから、まあ、見てみたいなと思ってた矢先、ちょうどその母校と同じ、その翌日対戦で、で、見たけど、やっぱ、球がめちゃくちゃ速い。速いのと、あとコントロールがすごい。でも、まだ、なんか、体型は、体はまだ、もっとこう、ウェイトとかして、大きくなりそうな感じ。だけど、なんだっけ、あれ、すごいなんか、マウンドの、その、あれ見てると、すごいプロ向きっていう。プロ向き。プロ向きだと思う、普通に。普通に、だから、まあ、どうなるか分かんないけど、下手し、まあ、可能性としては全然、まあ、プロだけじゃなくて、メジャーに行く可能性もある。で、なんでかっつったら、やっぱり、左腕のマーケットって、ものすごく希少だから、世界的に。で、しかも、そう。希少だから、やっぱり。で、コントロールもいい。コントロールも、まあ、インコースに投げるっていう、そういう制球力は、今試合ではなくて、やっぱアウトロード、制球はもうやっぱ、相当、まあアウトロード、まあ、基本、そこ、そう、みたいな、こいつ、早く来たチンからチンから。さっきのジャイアン。で、なんか調べたら、まあ、中学校が、今同じその川越市の川越駅前の川越第一中ってところで、川越駅から徒歩10分もしないところ。そう、だから本当に川越、そう。スタミナなかったっていうか、まあ、3回に、まあ、めちゃくちゃ暑い日だった。まあ、12時ぐらいから始まって、4回ぐらいまでもう超暑い。ほんと熱中症、まあ、スタンドでチアガールとかめっちゃ、もう踊って、応援してんだけど、これね、しかも帽子かぶってないから、チアガール。ブラスバンドは帽子かぶったり、なんかタオルで、頭に火当たらないようにしてるけど、
シアガールは、そういうのなしに、直で、頭に、カンカン照りの日を浴びながら襲って、これ熱中症になるんじゃないかって、言ってしたら。っていうレベルの、暑さ。で、5回ぐらいから日が沈んできた。これが結構功を奏したっていうか、3回、まあ、だから4回まではもうすごかったんだ。本当に。で、特に、懸念したのは、その3回に西川選手が、まあ、3点入っちゃったんですよ。3回に、エラー2つから連続でタイムリーエラー絡んで3点入っちゃった。その、満塁からショートが、まあ、ワンアウト、確かツーアウトだったけど、まあ、ショート二遊間の、ちょっと強い当たりだったけど、ちょっとバウンドも難しそうな。そしたら、その、ショートは、まあ、攻撃しちゃったんだ。それで2点入って逆転、2-1 で、で、その後も、なんかで、その後の打者も、なんだっけな、なんか、エラーしちゃったんだ。で、それで、あ、じゃあ、あれだ、ヒットだったんだけど、外野が後逸してる間にホームに入っちゃった。そう。で、3-1。で、その回、まあ、3回に逆転して、で、結果的に3回裏に西川投手が32球投げた。解説によると。で、4回表、ワンアウトから、その、先頭アウトになって、その西川投手に打席が回ってきて、で、セカンドの、ちょっと、深めの、まあ、二遊間のゴロ、その、ファーストに全力疾走して、まあ、間一髪っていうか、まあ、際どいタイミングでアウトになったんだけど、まあ、その間だから全力疾走でアウトになって、で、なんだっけ。次のバッターが、まあ、ライトフライ、ツーアウトだから、ライトフライで凡退して、三者凡退だったから、その、全力疾走した後に、ファーストじゃないや、キャッチボールも走った後に、まあ、すぐにその、キャッチボールをして、だから休憩する間がほとんどないまま、4回の裏の攻撃に、まあ、投げに行った。これ、それで、まあ、これかなりスタミナ消耗するなと、ちょっとめちゃくちゃ暑かった。ただ、その5回ぐらいから日が、落ちてきたから、それで8回ぐらいのストレートはすごい良かったんだけど、やっぱり4、言うとなんだよ、5回、6回が、5回、6回が三振なかった。こうも。で、バッターの、
で、その、休憩全くない状態。前回32球投げて、全力疾走して、キャッチボール、休憩もままならないまま、4回のところで、その時は、まあ、結局4回までに10奪三振。だから、要するに3412だから、10人三振取ったんですよ、4回も。そう。いや、結構、あれ？あー。こっちだ。結構驚異的で、で、まあ、確かに似てない。まあ、その映像で見てるのと、実際にやっぱ打席に立った時全然違うから、まあ、その体感わかんないけど、映像で見ただけでも、もう全然速い。見るからに、あ、もうこれ打てなさ、もう全然違う、ね。そう、ストレートの質がもう全然違うから、あ、もうこれ打てないなって普通に、まあ、高校生だから、しかも。高校生じゃなくても普通に打てないストレートで、しかも変化球の制球が抜群にいいっていうか、まあかなりまとまってる、そのフォームがやっぱり綺麗とか安定してるから、うん、だから荒れないんだよ。めちゃくちゃいい。で、結局、そう。で、4回までに10奪三振。ただ、やっぱり、その3回から4回の間の、その消耗を危惧してたけど、そう、スタミナ面で、まあ、これ結構あれ、後に来るっていうか、その後に来るって思ったけど、案の定、その、5回、6回が、すごい顕著に、出た、それは。タイムラグじゃないけど、そう、だから突如出るんだ。すぐにっていうよりは、その時間差で来るっていうか、ボディに効く、じわじわ効いてくるみたいな、そういう感じの変化の仕方。で、どういうふうに あったかっていうと、5回、6回、その、三振がなかった。4回までに、で、まあ、言ったらほぼアウトを三振で取ったわけです。なのに5回、6回、もう球が走ってないの。で、制球もばらついてた。ばらついてたっていうか、ものすごく急変したってわけじゃないけど、その、ボール球がはっきり分かるようなボール。もう絶対に見逃すレベルのばらつき方だったから、要は、まあ下半身がやっぱバテちゃう。下半身のバテ。だからまず、制球がちょっと落ちたのと、やっぱその、ストレートの球威も落ちた。で、なんでかっつったら、6回ぐらいになんか、高めの、左バッターのインハイの球を、開いて、ファール
まあカットっていうか、まあ打ちに行ってファールだったんで、開いて。あのちょっとこうフライ、まあいい打球の完全にファール。完全にファールになるやつ。完全に。その結果的にその次の打球も同じ範囲で、ファーストファールフライ、もうボールフライで、あのアウトになった。結果的にアウトだったんだけど、だけど、その要はインハイの、それまでもうかすりもしないっていうか、まあ、当たらないレベルのストレートだった球で、その高さって、その4回までの注意だったら、もう当たんないよ。だけど、そのファールで対応され、まあ対応されると、対応しちゃったら、普通対応できない。ってことは、球威が完全に落ちてる。要するに。ちょうど、まあ、その2台ぐらいに、もうこれ普通に、打ってってやったら、まあ、もう無理だよ。絶対打ち崩せない。あれ。そう、絶対打ち崩せないから、まあ、まあ、暑かったから、まあ、どうやって、まあ、球数投げさせるか。うん、で、まあ、その直後、聞いてるかのように、そういう、まあ、結果的にそうなったけど。結局5回、6回、雨がちょっと、雨っていうかまあ、暑くなくなって、7回か8回に、まあ、三振取った。そのストレートがいいかも。だから、まあ、そのストレートはすごい良かったけど、まあ、完全にバットだよ。変化球は別に大したことないんですけど、正直。だから、今永同様に、まあ、落ちる球を、プロが入ってから、
投げれるようにする。そう。今のなんか、なんだっけ、チェンジアップだかツーシームだかわかんないけど、今ちょっと、まあ、ちょっとダメだよ。正直。あれだけその、なんか、ストレートがもう、かなりいいから、変化球を磨くっていうのをしてなかったでしょ。ストレートだけで、もう何々になってて、ストレートそう。それぐらい。変化球はしょぼい、正直。全然だから練習してないから。逆に、まあだから、まあ速球派だよね。変化球ピッチャーじゃないけど。だから、だからやっぱ今思うと、松坂ってすごく、改めてすごいなと思ったのは、その、球速いし、変化球もすごかったから。だってあれだけ球速かったら、普通そういう風にストレートだけになっちゃう。そう。ストレートだけになるの、なるはずなのに、変化球もやばかったから。落合さんにだって変化球ピッチャーって言わせるまでのそのスライダーだったから。